2023年新東京サーキット NTC カップシリーズ第3戦マックスライツクラスの予選ヒートとなります。スターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからのスタート、ゼッケンナンバー6番レーシングスクエア兼小島セイラ、そしてフロントローセカンドグリッドからのスタートは55号車テコルサーハルン相手、そして3番手からは62号車パワーワークス柴田総一、4番手からは34号車パワーワークス石田武史、5番手からは5号車テコルサーケンアレックス、6番手からは63号車テコルサー加藤純平、7番手からは 9号車のチームオーガスト浜田健司、8番手からは76号車テコルサー酒井仁志、10番手からは19号車レーシングチームティアラ佐藤悟、10番手からは31号車レーブレーシングチーム柏木雄二、11番手からは39号車フラワーペイメントレーシング弓中人、12番手からは37号車テコルサ上野文吾、13番手からは7号車テコルサビジョーニダニエルです。以上の13台でマックスライツクラス周回数は10周にて行ってまいります。予選ヒートです。さあ隊列が今コリドーラインに収まってまいります。レッドシグナルがブラックアウト、レーススタート。さあホールショットは小島セイラがなんとか取っていく、そして2番手は柴田総一、3番手スタートの柴田総一が2番手に上がってきたように見えます。いやそれをかわしていた、早々にかわしていったのはアイレハルンか。さあ2番手に上がってきたのはアイレハルンに見えます。さあ55号車アイレハルン、これが2番手に上がってまいりました。そして柴田総一はポジション1つ下げまして4番手、代わってポジション上げてきたのがテコルサケンアレックス。さあ5号車ケンアレックス、今回おそらく初参戦なんですが、さあケンアレックスがいきなりいい走りを見せてくる。そして久々に参戦の石田武史、34号車はポジションを下げてしまいました。現在6番手あたりでしょうか。さあその後ろは少し間が空きまして、酒井仁志が走っているかな、いやこれは柏木雄二だ、柏木雄二が7番手に上がってきております。さあマックスライツ先頭は小島セイラー、2番手がハルン・アイレ、そして3番手にはケン・アレックスですが、そのケン・アレックスのすぐ後ろに柴田総一、さあこの柴田総一は前回の第3戦で確か優勝してませんでしたっけ。さあマックスライツ柴田総一、あごめんなさい、第1戦で優勝ですね、第1戦で優勝、そして第2戦では第2位を獲得いたしました柴田総一、現在は4番手。さあこの柴田総一がどこまで上がってくることができるか。この柴田総一、お仕事としてはねシステムエンジニア一筋で24年間ということですね。でそれで今は金融系の現場で働いているということで、金融系はね本当に厳しいんですよね。さあその柴田総一が1コーナー飛び込みたいが、ここは飛び込みきれない、現在目の前にケンアレックスを迎えまして、現在柴田総一4番手、なかなかここから前に這い上がっていくのが難しいか。さあこのドライバーいつも一言いただくのはね、豆腐メンタルなのでバトルは弱いですというふうにコメントいただきます。さあそんな豆腐メンタルな柴田総一、ただ適応力は高いというのがこのドライバーのね一カゴがあるところ。さあその柴田総一の目の前にはケンアレックス、どこかで仕掛けることができるか、これが現在3番手争い。さあその柴田総一の後ろには加藤純平ですね、加藤純平、
ました。加藤純平が今5番手。新東京サーキットのレースは今回が初参戦かと思います。加藤純平。違ったかな？ちょっとお名前を新東京で見たかどうかが分かりません。確か上位カテゴリーのね、4人レースなどにも出ているドライバーだったかと思いますが。さあ、その加藤純平が柴田総一をかわしまして、今4コーナー。柴田総一は逆にポジションを下げてしまいます。さあ、加藤純平がこれで4番手、その後ろには柴田総一、そして石田です。さあ、石田武史が久々のこの新東京サーキットでここからガンガン上がってきてくれるんでしょうか。さあ、ここでモナコで1台マシンが止まっているのはこれ柏木雄二ですね。さあ、マックスラインズの予選ヒート残りは5ラップ、折り返し後半戦へと入りました。先頭の小島聖奈と春愛理はもうマッチバトルです。現在3番手のケアエルアリクスも一旦集団から離れまして、一人旅。3番手に、4番手には加藤純平、その後ろに石田武史、そして柴田総一は少し下がってしまいまして、現在、6番手、その後ろに酒井仁志、そして浜田健志と続きます。さあ、マックスライツ予選ヒート、現在のレースファステストはアイレハル。さあ、レースは残り3ラップ、現在のレースファステストは2番手を走っておりますハルンアイレです。周回が少なくなってまいりました。さあ、現在 8番手で走っております、9号車浜田健司、今回マックスライツで、ね、参戦ということになっておりますが、今年の抱負としてはマックスライツを乗りこなせるようになりたいというふうにコメントいただいておりました。カートは若さを保てる源ということでね、これがカートがこの源になっているという、そんな浜田健司選手、現在8番手。さあ、8番手で集団に飲まれている、ね、状況になっております。目の前には76号車の酒井仁志がおりますので、さあ、ここから少しでもバトルをしてポジションを上げていくことができるか。さあ、残り周回は2ラップ。もうお一方ね、非常に面白いコメントをいただいていらっしゃる方がいます。テコルサの上野文子選手、これ37号車乗っております。現在11番手のドライバーなんですけれども、この上野文子選手、サウナが好きすぎて各所サウナのステッカーをヘルメットにベタベタ貼っていますということで、カーナンバーはサウナから来ている37号車だそうです。まさかのサウナ好きがゼッケンナンバーに反映されているということで、これ非常に覚えやすいですね。37号車上野文吾選手、サウナ好きの37号車と皆さん覚えていただければと思います。さあ、そんなマックスライツ予選ヒートはこれがファイナルラップ、ファイナルラップへと入りました。さあ、先頭の2人バトルするかと思われたんですが、2番手の春愛理選手がなかなか小島聖奈選手に追いつくことができず、バトルに持ち込むことができません。小島聖奈6号車がトップのまま、今モナコから立ち上がってまいりまして、マックスライツクラス予選ヒート、今戻ってまいりまして、トップチェッカーは小島聖奈、2番手にはアイレハル、そして3番手には今回初参戦ケンアレックス、そして4番手には石田武史が上がってまいりまして4番手チェッカー、5番手は加藤純平、6番手柴田総一、7番手佐藤仁志、そして8番手浜田健司、9番手が佐藤悟、そして10番手美常人ダニエル、
11番手上野文吾、12番手弓中心、13番手柏木雄二となりました。